今日はくるくるにします。あどうみじことねです。おはようございます。ただいまの時刻は5時15分です。行くのでこのカチューシャをして今日は気合を入れて顔洗います。洗顔は変わりました。トネボーのこの洗顔です。昨日全然寝れなかった。1時くらいには寝たかな。まあ泡立ててないよってコメント来てたから泡立てる。うまく泡立てられない。まあいいか。やばい眠い。まだリサージっていう化粧水と乳液みたいな感じの役割を2つ果たすやつらしい。やばい、くしゃみで。家出るのは7時くらいなんですけど、そうゆったりしてらんないんだよ。急がないとね、絶対に寝坊できないからね。そしたら安定のミナンナパック、これ冷蔵庫に入れてたやつだから。あーマジでこのミナンナのねパック大好き。魔法すごくねしっとりしてんの。ミナンを使ってみたらわかる。見てこんなに余ってんのよ。これをいつもタコリがめっちゃひどくて本当にひどい。多分あやばい、ほらやばくない？行くよ。はい、ということで私ね最近気づいちゃったことがあるんですよ。髪の毛を先にやった方がお家を早く出れる。蝶がね、この光るライトをくれたの。すごい。ママのカラコンしようか。カラコンはミミコンのキャラメルスフレ。え？ついてないぞ。刺さってないよ。バカタレが。刺さってないよ、バカタレが。君はここ。今日はセンター分けでカールしていきましょう。ディズニーの日だからさ、巻きうまくいきますように。大丈夫？ここが強かったら巻きが取れてても取れてませんよみたいな感じにできるから。魔法はここを強くしてる。ギュリンギュリンに巻きたいからね。ちょっと慣れてんの。あっちゅ熱くないけどこの音熱く感じよ。あっちゅね、ちょっと夕日やめてよ。夕日もうね、昨日の夜にお洋服はもう決めておいたんだよね。もうさ、ヒールで行こうとしてんだよね。おはようございます。ただいまの時刻はちょっと携帯で撮ってるんで見れられないんですけど、5時56分です。どうみじことねです。ということで今から準備します。おはようございます。今日は4月11日ディズニーに行く日です。めっちゃ眠いんですけど今6時です。それではまず歯を磨きます。結構時間がないのでもう
急ピッチでメイクしていきます。割とね、家出るまであと1時間ぐらい。ちょっと酸っぱい梅干し食べながらメイクしよう。花粉症のくせに飲みたいんだけどさ、朝ごはんに食べるものがなくて、酸っぱい梅干し食べた後に薬飲めば大丈夫でしょう。オッケー。あの最近サプリも飲んでるんだ。カリウムの力っていうのと、ビタミンと、あと野菜あんま好きじゃないから、パーフェクト野菜っていうサプリ。5年ぶりのディズニーってマジで楽しみ。なんかさ、タワテラとかさ、YouTube に載ってる映像を見るの好きなんだよね。なんか、高校生の頃は、年に4、5回行ってて、で、それぐらいめっちゃディズニーが好きだったんだけど、高校卒業してからは行く機会がなくなっちゃって、多分今日行ったら月1で行きたくなりそうだなって思ってる。あとさ、実家ならさ、耳とかあるんだけどさ、新居には何も多分ないので、買わないといけないんだけど、最近ディズニーのさ、中にさ、グッズが品薄で、カチューシャもあんまり売ってないみたいな書いてあったんで、お目当てのものが買えるのか、果たして。ということで、メイク完成しました。次は髪の毛のセットに行きたいと思います。はい。ということで、スキンケアは、ティーツリーカーミングウェイエッセンスパック。ディズニーシーは今、ソアリンでしょ？ソアリンって何ぞやって感じなんだけど、今、ソアリン見てます。おー、椅子動くの、上行ってる。え、ソアリン行きたい。空飛んでるみたいな感じになるのね、ソアリンって。今日がね、月曜日だから空いてる方って空いてる方らしいんだよね。やったやったやった。1万円企画やるんだよね。だからお腹空かせるために朝ごはんはちょっと食べません。まずは化粧下地、ジョンセンムルスキンエッセンスベースです。はい、そしたらニューフェイス、ちゃちゃちゃーん、キーボーのこれリッププランパーっていうやつです。これね、マジで塗ったら唇がぷっくりするっていうやつなんですけど、届いて最初につけた時ピリ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 痛すぎて、これは大丈夫かと思ったんだけど、なんか最近はね、もうね、慣れちゃってあんまピリピリしなくなっちゃってね。怖いよね、人間って。もっと刺激をくれ、もっと唇ぷっくりさせたいって最近は思ってます。ジョンセンムルのスキンヌードクッションファンデです。やっぱり6時27分なんだけど、アネッサの日焼け止め塗ります。本当にごめんなさい、と撮ってると思ってて、ペチャクチャペチャクチャ喋って、メイクが終盤を迎えています。申し訳ございません。でもあと30分しか時間がないので、マジで猛ダッシュでやります。チーク、最近チークはめっちゃ濃くしてる。なんかね、韓国のアイドルみたいにもうめっちゃチーク濃くしてる。お前濃すぎやんって思うかもしれない。結構広範囲に塗ってしまった。まあ後でファンデでぼかすからいいか。このセザンヌのこれもこする。これラメ入ってるからいい感じになる。まあこのね、チーク好きなの。はい、じゃんじゃん進めていくよ。はい、続いて、あ、大好き大好き、ハイライト。なんかすっげえ濃く見える。なんかテカテカに見えるし、テカ丸テカ丸水晶。え、ジャスミル。そう、私ランドかシーって言ったらシー派なんですよ。なんでかって言ったら、カレー屋さんの宮殿がめちゃめちゃ好きで、あの、私建物見るの好きなんですよ。ジャスミンいるんだけど、ジャスミンと写真撮りたいな。服決まってないのやばいんだけど。6時46分、化粧完成。今日はくるくるにします。てかさ、昨日ね、11時ぐらいからエペして、もうマジで今日は絶対12時に寝ようと思ってエペしてたね。そしたら時計見たらね、2時だった。で、うわ、やばと思ってすぐ寝ようと思ったんだけど、結局ね、なんか3時ぐらいまで寝れなかった。そしたらさ、そういえば今日エペの夢見たの。なんか自分がレジェンドになってて、普通にエペのマップに自分いて、で、目の前にジブラルタルとか走ってんの。オッカーとか。で、狙撃してて。で、うちらもなんか突るぞみたいな感じで、こっちもこっちで3人パーティーで突ってた。うち的にさ、エペのマップさ、
金キャニよりオリンパス派なんだけど、同じくオリンパス派の人います？オッケー、髪の毛完成しました。今日はこんな感じです。ワンピース、カバンはこれ、充電器、エアポッツ、日焼け止め、ファスモ、お財布。この櫛いると思う？ジバンシーの香水、ね、これね、今すごく嬉しいの、変えたことが。今7時、あっちっ、触っちゃった。はい、ということで、左上ま、なんか今日は25度とか多分20度とか暑いらしいので、もう半袖で行こうと思います。そして下はこれです。可愛くない？これ、それに今日は歩き疲れると思うので、黒の厚底のスニーカーを履きたいと思います。お願いだから焼けませんように。じゃあ行ってきます。バイバイ。はい、ということで準備が完成しました。まずに持ち物チェック、最後にメイク、三脚、バッテリー、チケットちゃんと、で財布持つでしょ、大丈夫そうです。ディズニー行ってきます。バイバーイ。はい、ということで行ってきたいと思います。4分ぐらい遅刻してます、ごめんなさい。見つけました、イエーイ、ニューヨークミニー、わー、幸せ。これが食べたかったキャッスルです。はい、これから今家企画して楽しんでいきたいと思います。はい、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あとは SNS のフォローもお願いします。お願いします。え、よかった